吹雪テトラ。レッドデビルエンゼル導入5から6週間目の様子、色が下がったぜ。どうもこんにちは、吹雪です。レッドデビルエンゼルの探求結構撮影しているのですが、動画が飛んでいることも多く、話が繋がらない場面が多かったので、今回も後付けで解説を入れていきます。それで、まずは導入5から6週間目の様子からご覧いただきます。その後、体色に変化が見られたため、ある餌を購入しました。果たしてエンゼルたちは食べてくれたのか？導入から約5週間経ちました。また1週間ずつ記録を取っていきたいと思います。まあ、手のひらサイズかな？全長10センチを超えるまでは、1週間ごと記録を取っていきたいと思います。はい、そしてまあ5週間目の様子ですけど、体の大きさはね、あんまり変わってないんですけど、体の厚みが変わりました。あと赤虫ね、ワンキューブも余裕で食べるようになったんで、まあ明日以降ね、ちょっと2キューブに増やそうと思います。ちょっとね、赤虫とブラインだけだとお腹の膨らみ具合が弱くなってきたんで、まあ人工耳郎もね、フライミックスの中粒にしようかなと考えてます。だから赤虫2キューブで、ブラインをもう少なめにして、フライミックスね、中粒、これを与えてちょっとお腹を膨らませようと思います。そしてね、色味がね、まだちょっと薄いんだよね。もしかしたら体の成長に赤い色素が遅れてる感じかもしれません。私、金魚に繁殖させた時に、赤い色ってね、やっぱり成長速度が速い魚体にはなかなか色がね、つきづらいっていう特徴があって、例えば金魚でいう飛び個体ですね、まあ、1000匹ぐらい生まれたら、まあ、その 1% ぐらいものすごいでかいのがいるんですよ。それを飛びって言うんですが、飛びはね、色がやっぱり飛んでることがあるんですよ。ダジャレじゃないけど、色が飛ぶんですよ。赤い色素がね、なかなかまだら模様になって綺麗に乗らないっていう。だから本当、成長速度をね、急激に上げてしまうと赤の色味がね、なかなか乗らないという欠点もあるんですけど、まあ、アメリカンレッドデビルは色が赤かったんですよ。だけどあれはもしかしたらじっくり育ててて、まあ、生後4ヶ月ぐらいの可能性もある。だけどこの子たちはね、もうものすごい餌大量にやってね、水替えガンガンやってるから、ちょっとね、色が後から乗ってくるのかなっていう、それ今思ってます。でまあ白い部分がないんですよ。体全体にね、うっすらと薄いオレンジ色が乗ってる感じで、まだ人工色上げ次郎を与えません。とりあえずまず体を大きくする、そこを目標にして、その後色上げ次郎をね、与えたいと思います。まあ今あったかいので、夏なんでね、なるべく高タンパクのものを与えて体の厚みを増やす。まあ、できれば私はね、背び、尾びれをね、大きい尾びれよりかは、この体ね、体が太くてでかい方が好きなんですよ。なので厚みを増やすようにね、ちょっと高タンパクの餌、まあ、フライミックス、中粒とか他の餌もちょっといろいろやって様子を見ていきたいと思います。あとね、ブラインシュリンプもあんま食べなくなったんだよね、あまりにも小さいから。だからちょっとその辺もね、変えていかないとダメですね。まあ順調に成長してます。病気の個体は一匹もいないです。まだね、争うこともないのでね、仲良くしてます。ただまあ植物性の餌を与えてないんで、ちょっと黒い色がね、若干薄いかなと思うんですけど、植物性の餌を食べないんですよ。だからこの黒い色素がね、ちょっと薄くなってきてるんで、まあちょっとその辺はね、対策を練らないといけないかもしれません。まあ水草植えるか、何かね、他の餌に混ぜて与えるか、その辺はちょっと模索中です。あと赤虫もですね、溶かして与えないと食べないんですよ。1キューブそのままボーンって入れたらね、全く食べなかったんで、ちょっとね、手間がかかるね。でも体格差もなくね、みんな順調に育ってるんで、後半はね、様子を見ていきたいと思います。全長はね、6センチぐらいです。また引き続き1週間ごと記録を取っていきますんで、よろしくお願いします。まあ、とりあえず5週間目の様子でした。導入6週間目です。餌は冷凍赤虫2キューブ、そしてフライミックスを与えているんですが、先週と比べるとあんまり変わってないんだよね。だから多分餌のタンパク質がね、ちょっと足りないんじゃないかなと個人的に思ってます。なので、まあ、赤虫2キューブはそのままにして、ちょっとね、高タンパクな餌を与えてみようと思います。エンゼルフィッシュってね、体の大きさの割に口がかなり小さいので、ちょっとね、今検討してる餌食べれるかどうかわからないんですけど、もうね、体型が全然大きくなってないので、ちょっとそれをね、意識してやっていこうかなと思います。
それと色がね赤くないんだよね。うちに来た当初の時は色がすごく赤かったんですけど、もう全然赤くないです。ブラインシュリンプをやめたんですよ、だから多分本来の体色に戻ったのかな、特にこの子とかほんと白いよね、そこがちょっと残念なので、まあ、色上げ治療を与えるのか、それとも今体型を重視してね高タンパクの餌を与えるのか、それはまあ様子を見て判断していきたいと思います。水替えの頻度は 2,3 日に1回です、引き続きね、まあ、高タンパクの餌を与えてどうなるのか様子を見ていきたいと思います。僕が買った餌はこちら、杏林から発売されておりますヒカリクレストディスカス。まずは使用とスペックを語らさせてください。保証成分としてはタンパク質 50% 以上、脂質 12% 以上、組成員 3% 以下、水分 10% 以下、海分 15% 以下、リン 0.8% 以上、粒サイズ 1.7 から 1.9 ミリで価格は559円でした。特徴としては従来の魚粉ベース配合を根本的に見直し、斬新な配合レシピの研究開発に取り組み、高い指向性と成長を実現した色上げ効果が高いディスカス専用下流場飼料です。オキアミやサナギをはじめとする動物性原料を豊富に配合することで抜群の食いつきを実現しました。また色上げ成分カロチノイドを最適な割合で配合、ワイルド、青系、赤系を問わず熱帯魚の王様と呼ばれるディスカスにふさわしい美しさになります。さらに良質なタンパク質、脂肪分をバランスよく配合していますので肉付きの良い迫力のある魚体に成長します。体長5センチ程度のディスカスの幼魚から成魚までが食べやすい一口サイズの粒に仕上げました。水中で吸水して柔らかくなるためエンゼルフィッシュやドワーフシクリットにも最適です。頼もしいですね。与え方としては1日に数回様子を見ながら少しずつ与えてください。個体によっては食べない場合もありますので徐々に慣らしてくださいとのことです。最後に注意点としては製造時期などにより色が変わることがございますが品質には影響ございません。賞味期限表示は未開封のものです。開封後は湿気の少ない冷暗所に保存しできるだけ早くお使いくださいとのことです。それでは製品の外観から見ていきたいと思います。鎮火性ヒカリディスカス、ヒカリクレストディスカス、動物食雑食性魚用、ガツガツついばむ超歯垢粒、そしてこちらにディスカスの絵とアルタムエンゼルラミレジーがね書いております。そしてこちら国産と書いてあります。このねガツガツついばむ超歯垢粒っていうことでかなり歯垢性は高いのかな、裏面でございますけど、なんかわからないねこれわからない、熱帯魚とアピストかながいます。そして同じく光クレストディスカス、光クレストの独自性と確かな性能品質の根拠がここにあるということで現地で生態調査研究開発国内自社製造、これすごい水槽の数だな、これ水槽の数すごいね、この研究開発っていう山崎研究所すごいなここねこれすごい数だな。で特徴については先ほどね仕様とスペックで語った通りなんですけど、まあ、特に気になるのはこの色上げ成分カロチノイドを含まれてると、だからあのフライミックスはね、コトブキのフライミックスは色分けがあんまなかったんですよ。まあ、プラティがね、赤くなったんで、色分けがあるかなと思ったんですけど、まあ、デビルに関してはね、全く色が上がらなかったんで、この餌を与えることでどれぐらい色が上がるかね、ちょっと興味があります。そして、まあ、体長5センチ程度のディスカスから食べれるということで、うちのデビルはね、もう6センチぐらいあるんで、多分食べてくれるんじゃないかな。ディスカスとエンゼルフィッシュって体の割に、口がちょっと小さいんだよね。まあ、おちょぼ口と言いますか。だから、でも、まあ、5センチぐらいのディスカスから食べれるってことで、まあ、エンゼルフィッシュとディスカスもね、同じように考えると、多分食べてくれるんじゃないかなと思います。で、与え方としては、まあ、1日数回やると。これは、まあ、いつも通りの記載ですね。で、まあ、使用原料ってことで、一番最初にオキアミミールって書いてるんですよ。ってことは、これが一番多く含まれてるってことで、オキアミはね、まあ、要は、エビなんで、甲殻類、アスタキサンチンが豊富に含まれているので、色上げ効果が期待できますね。で、スピルリナ、カロチノイドってことで、この二つも色上げ成分があるので、比較的最初の方に書かれてるんで、
含まれてる量もね多いから、この3つのねこれが果たしてどれぐらい色が上がるのかと。でまあ各種ビタミンも入ってるんで、まあ、この餌だけを与えてもね全く問題ないと思います。であとは保証成分が書かれていて、まあいつも通りのね保存場所はまあいつも湿気の少ないところに保存してくださいということで、はい、こちらお決まりのね人間の食品ではありませんと書いてあります。食べる人いるかもしれない、一応ね食べる人いるかもわからないんでこういう記載してますけれども、でこちらは杏林から出ております。それでは開けていきたいと思います。イデオ杏林光クレストディスカスオープン。おー、ちょっと見えないな。はい、こんな感じです。上から見るとちょっと色は明るっぽい茶色かな。ちょっとね匂い嗅いでみます。ああ、これはね、すごくザ・エサっていう匂いですね。これは匂いがきついから、指向性は高そう。はい、こちらスプーンですくった様子でございます。粉っぽいやつがないんだよね。だからしっかりとした粒になってる、そんな印象を受けます。でも粒の大きさには、若干ばらつきがありますね。はい、こちら紙の上にエサを置いてみました。こうしてみてもやっぱりこのこいつでかいよね。こいつでかいけど隣のこいつはすごく小さいみたいな感じで、粒の大きさに少しばらつきがある。だけどものすごい粉っぽいのはないんだよね。きな粉みたいな、あの砂みたいな、ああいうのはないから、その点ね少し水は汚しにくいのかなと思います。はい、こちらさらに拡大した餌の様子でございます。やっぱりまあ丸っこいですね。だから口に入れた時もね食べやすいんじゃないかと思います。でやはり拡大すると、粒の大きさがね均一ではないんだけれども、すごい砂っぽいのがないのがわかりますね。あと餌の表面がちゃんと固まってる感じがしますね。餌の表面になんか本当に小さい粒子がついていないので、これはいいな。果たしてねこれを食べてくれるのか、今から早速与えてみたいと思います。はい、レッドデビル育成水槽でございます。はい、今与えてみました。ミニは来るけど、あ、やっぱり出すな。はい、こんな感じで、あ、出すね。多分ね最初はこんな感じで食べないと思うんですよ。なのであのフライミックス小粒とね一緒に与えることで食べてくれるんじゃないかと。私実はね今光クレストキャットもね与えてるんですよ、このディスカスが届くまでの間。今ねキャットは食べるようになったんですね。最初は見向きもしなかったんですけど、その時も小粒と一緒に与えてたんですよ。そしたらこれは餌だと認識したのか食べてくれるようになりました。下に落ちておりますけど全く見向きもしないね。あとこの餌はあの刺激を与えないと沈まないタイプの餌ですね。水面にずっとあるので、今床に落ちておりますが、誰も食べに来ないね。これじゃないんで赤虫だよって感じでね私に言ってきてますけれども、まあ今のところ食べないという結果でございますけど、これもね長期的に与えます。そしてもう食べるようにします今ね。ディスカスほどねその変色性はないので多分食べてくれると思います。てかもう絶対食べさせます色をあげたいんで、今この子食べた、今この子食べました。右側にいる子今アムアムしてます。あ、出さないね。口から出さない。あ、食べるわ食べるわ。この子が食べたってことは食べるね。あと口から出さないんで粒の大きさもねちょうどいいんじゃないかと思います。やっぱ少し躊躇するよね。少し躊躇するな。
という感じでね、まあ今は食べる個体もいるけど、ほとんど食べないという状況なんですが、まあ長期的に与えることによって、餌と認識させて食べさせたいと思います。そしてまあ本当に色が上がるのかっていうのもね、やります。で、また一週間記録ね、続けてやっていくので、まあ色味の色が本当に上がるのか、そしてね、体格が良くなるのか、その辺も意識しながら育成していきたいと思います。まあまだね、嫌がってはいないので、いいんじゃないかな。うん、まあとりあえずね、嫌ってなかったので良かったです。ただまあ時間はかかりそうです。